テーマは、左に振るです。左に振ると、左に飛んで、それをやめちゃう方って多いんですけど、それ、本当に左振ってるせいロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方、お願いいたします。内容が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントですよ。ちょっと3万人今年厳しそうなんです。応援の方、お願いいたします。さあ、ということで、今日もめちゃくちゃ重要な話だし、今日のお話をよく勘違いして練習している人、 見つけ、あの、よく拝見します。この練習の悪いパターンに、ループに入ってしまったら、もう絶望的ですね。ただ、ここは今日お話しする正しい知識を持って対応して練習をすれば、ちゃんと球質を変えることができます。テーマは、左に振るです。左に振ると、左に飛んで、それをやめちゃう方って多いんですけど、それ、本当に左振ってるせいですかっていうのが今日のテーマになります。 さあ、皆さん今日も正しい知識を持って練習すれば、ちゃんと打ちたい球に近づける。正しい知識を待たずに練習してしまうと、最悪な練習になりかねないので、皆さん最後までご視聴の方、お願いいたします。さあ、まず、この話をする前に、一つ基本的な構造を知らなきゃいけません。っていうか、まあ、原理というか、新飛球理論っていうものですね。 そもそもクラブヘッドっていうのはこの目標線って言われるこういうまっすぐの線通りには動きません。まあ動かしてエネルギーが生まれる打ち方があるとすればそれは画期的だと思うんですが私の知識の中ではそれが起こせないというか純粋な直線運動でもし打てたらいいんですがそれはちょっと今んところ知らないというか私が知らないだけかもしれませんが不可能だと思っています。なので世の中のプロたちはその角度とか多少人によって違うとしても この目標線に対して必ずインサイドからのカービングを作り出して打って、この、このまま放っとくとエネルギー直進しますから、インサイドアウト強烈なものになっちゃうわけですよね。これを曲げながら左に振っていくことでまっすぐに近いところで打っています。多少インサイドアウトアウトサイドインってエネルギーは言うんですけど、極端的に言うとこういう動きをしてるわけではなくて、 この円運動の中のインパクトのこの瞬間で少しこっち側こっち側にエネルギーがずれている状態がインサイドアウトアウトサイドインです。ってことは、ドローヒッターですら、当然エネルギーとしては、こっから来たエネルギーを左に振りながら曲げていくっていう力が必要であるっていうことなんですよね。これをまず絶対知っとかなきゃいけなくて、じゃあ、それがどういう組み合わせでどう飛ぶのかっていうのを、 大まかに説明していきたいと思います。まあこれが新非給理論っていう部分になるんですけど、まあざっくりです、ざっくり。皆さんはざっくりでもちろん十分。フェース面の方向にボールが飛び出します。約8割。じゃあ2割はエネルギーの方向、インサイドアウト、アウトサイドインってやつですね。エネルギーの方向も関係あるんです。あるんですよ。あるんですけど、この2割を計算し出すと計算めんどくさいので、もう厳密にやりたい方だけこの2割の計算すればいいですが、 ざっくりだと、もう、フェース面の方向にボール出るよねって、ほとんど大丈夫です。じゃあ、その中で、エネルギーがインサイドアウトであろうが、アウトサイドインというエネルギーであろうが、応用フェースが目標線に向いていれば、とりあえずボールはまっすぐ出るんです。が、エネルギーがまっすぐであれば、それもまっすぐの回転で飛んでいくんですが、前とに、ずれているということは、ちゃんと言うと、回転軸。まあ、サイドスピンっていうデータで出たりしますね。 フェース面まっすぐに対してこっちにエネルギーがずれて当たっている場合はまっすぐ目に出て右に曲がる球スライスっていうボールになります逆にインサイドアウトでフェース面まっすぐ目標線ですねこれずれてる状態です軌道とフェース面がっていう当たり方をするとおおよそまっすぐに出て左に回転がかかってきますフックボールっていうやつですねさあこれぐらいざっくりの知識は絶対持っといた方がいいんですさあその中で 左に振るっていうお話がありますと。インから来たエネルギー、最初にお話した部分で、インから来たエネルギーを左に振る。ちょっと大げさにやってますが、左に振るっていうことで、さっき言った直線に近いエネルギーの部分を作るんですが、その時に今もなってますが、わざとやってます。データはだいぶ歪んだ。間違ったデータが出ましたが、左に出て、左に行く球。 これ、よく起こるんです。左に振ろうとすると、ペースまで左に向いてしまうと、左に出て、左に行く球、この球ですね、になっちゃいますと。まあ、これの時点で別に当たらなくなることはないんですが、左に行くの嫌だよねって思いますよね。これで、ちゃんとさっきの新式理論っていう部分を理解してる方だと、あ、これは、 エネルギーはまっすぐに近いんだけど、フェースだけ左向いたなっていう、ちゃんとした理解ができるんですけど、そこに気づけない方は次に何するか。これがやっちゃいけない動きです。左行くの嫌だから、左ふんのやめちゃう。むしろ右振る。それは右行きますよね。さっき言った前提としてイントゥインのエネルギーっていうのは左に振りながら起こすものなので、やめちゃったら右にしか行かないんです。 で、右ばっかり行くから、やっぱ左振らなきゃって思った時に、左振るわけですね。でもその時に、同じように左出て左の球になるわけです。こういう球ですね。もう地獄ですよね。で、そのうち、もっと最悪になると、嫌だっていう、左行くのが嫌だっていう気持ちが強すぎて、本当に右に振り出します。ってなった時に、これをやりすぎてしまうと次何が起こるかというと、ドライバーならまだ当たるかもしれません。それは空中にあるから。 ただ、インサイドからこんな低いとこから右に打とうとしたら、入射角といってこの角度がなくなって、すくい打ちになっちゃうんです。もうこうなっちゃうと、ボールに当たることすら難しい。これよく起こるのが、アウトサイドインで悩んでる方とかが、インサイドアウトで打てばボールが捕まるっていう話を、間違いじゃないんですけど、やりすぎても起こったりします。今日のメインの話ではないんですが、なので、 基本的にはイントゥインっていうのは左に振りながら起こすものなんだよっていうことを理解しなきゃいけないんですね。さあ、その中でもうさっきチラッと答えは喋ってるんですけど、そう。左に振って左に行く原因は、フェースまで左を向いているからである。っていうことを理解すればいいわけですね。それを理解してるので僕はあのいつくらでも左に出て左、左に出て左に行く球をこうやって見せることもできますし、 今からやってほしい練習をするんですが、左に振っていいんですよ。ヘッドを左に振るのはいいんですけど、今同じぐらい左に振ってはいるんですけど、今度はほぼほぼまっすぐ飛びましたね。これがフェースを管理するっていう問題になります。もうおおよそまっすぐのデータちゃんと出ましたね。じゃあその時の練習方法をお話ししていきたいと思います。知識としては、左に振って左出て左に曲がる球に関して言えば、 フェースが被ってるから左行ってるんですよっていう理解ですね。じゃあ、フェースを管理しながら左に振れるかどうかっていうのが大事になります。もちろんフェースの開閉をゼロにしながら振るってできればいいんですよ。これもちょっとお話ししてる部分なんですが、この僕の基礎、あ、基礎動作の話知らない方は概要欄に貼るのでそれ見ておいてください。この状態で、フェースの開閉が少ない状態で左に振っていくことができれば、まず一つ解消されますよね。 で、別に、ゼロじゃなくてもいいので、緩やかな左に、こういう運動であれば、左に振ってる最中のこの辺で打てばもちろん、左に振りながらフェースがまっすぐ向くっていうことはできるわけですよね。このことはちゃんと理解しつつ、下向いた時にどうなるのか。もちろん、左に振ってすぐできるわけじゃないんですけど、この時、このフォローを振った時に、ズン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 って戻った時に、 今手ねじり戻したりしたんですよね。多少もちろん左向いてるんですが、これ、フェースのまっすぐの線が今背骨と一緒です。僕が打った後だとこれぐらいでしたね。これが、ここまで行ってないかのチェックはしましょう。もう一度、左出て左に行く球、左に振って左に出て左に曲がる球、左ばかりでややこしいですけど、どうでしょうか あ、ちゃんとその球になってますね。やっぱ開閉が多すぎるとこうなっちゃうわけですね。これは背骨に対してかなりクロスになっている状態。さっき僕が普段打ってる感じで打つとこれぐらいでしたよね。それをここまでフェースを下向けてしまうと、やっぱりこうなる確率は高くなるわけです。絶対にもうインピンポイントで合えば悪くないんですけど、やっぱり左出て左行く球打つ方はこの量が多いっていう傾向があります。じゃあそれを 僕のリアルなスイングはこれぐらいですね。もちろん、究極ゼロを目指す方は、ここでこういう打ち方をしちゃダメなわけじゃないですが、自分の打ち方としてはこうです。おこれも、まあちょっとインサイドアウト入ってますけど、左振ってるけど、左に曲がる球にはなってませんよね。大きく。さあ、この正しい知識と、打った後のセルフチェック。打った後に、左振った後に、こんなことになってないか。これが、フェース、軌道上のフェースローテーションを抑えながら、左に触れてるか。 っていうチェック方法なので、ぜひ、軌道に対してフェースが左向きすぎてないかチェックして、それを減らしながら左に振る練習をする。ややこしい方は、まずは胸の前でやればいいので、これが左に振るっていう要素ですよね。この時に今、さっき僕が打ったぐらいの、フェースローテーションが、まあ、普通ぐらいですかね。多くもないし少なすぎることもないぐらいの動きではあるんですけど、皆さん、 左振って左飛ぶ原因は左振ってるからではなくて、フェースが左を向いているからであるっていう正しい知識を持って、ちゃんとイントゥイン、円運動を扱えるような練習方法をしっかりこうやって続けてください。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。